いざ。来た。この剣はわかるかい？歌よ錦となれ。天理チョーク。みんながそばにいてくれ。難攻不落。サイ。この剣はわかるかい？これはまだ生だ。やっほここにあり。付き合い。よっ。おい。岩山八九。この剣はわかるかい？は。せ。へ。雨描きがたし。執行官様がつくはずだ。この剣はわかる。
よ。はあ、容赦はしない。はった、天道、ここにある。お、うわ、陛下の意志。おい、お、だ、難攻不落。ふ、みんなは俺が、ま、岩山八九。くらえ、雨描きがたし。左右ルコン。まさか君たちがここまでたどり着くなんてね。やるじゃないか。お前はファリュイの執行官、宿女や講師たちと同じやつか。宿女？講師？ふん、まさか君がすでに。僕はファトゥス第6位残票だ。会えて嬉しいよ、名高い旅人さん。こんな大勢で僕に何か用かな。ああ、一つ間違えていることがある。確かに僕はここにいる。死亡者はもちろん他にいる。ほら、すごい。なんだろう？頑張って探してきなよ。あらら、こんな些細なことで怒っちゃったの？些細なことだって。間違ったこと言ったかな。浮世では人の今メガリレーがどんな価値を持っているのか君たちにわかるかい？これを実現するのに、そして今その結果を見てみると、すべて価値のあるものだということが改めてわかる。争い、ほんの少しの代価で。メガリレーは、お前たちがけしかけたのか？まさか。稲妻の外側はとても強固に見えるけど、内側は、僕たちが利用できるほど、ほころびに満ちていたよ。ほんの少し手間を。永遠は時間を非常に長く伸ばすことができる。帝国軍にいる君の友達のように、どんなに努力しても無駄なのさ。水中の泡のように美く、失えば失うほど手にしたいと思い、無能であればあるほどそれに抗う。ふふふ、こういう茶番は見ていて滑稽で実に楽しいものだね。おい、落ち着け。なんこの、そう、それだ。怒れ、ふんぬしろ。この工場にある魔人のエウサにとって、ふんぬは最高のエウサ。どうしたんだよ、しっかりしろ。わらわの後に繰り返すんじゃ。あーん、ほれ早く。うむ、なるほど。少なくとも脳に支障はきたしていないようじゃの。ん、やっとのことで地面に埋もれておるようなわっぱを運んできたのじゃ。そうまでしたのに再起不能となっておっ。さっきから聞きたかったんだけど、なんかお前の話し方とか雰囲気とか、オイラたちと最初に会った時とだいぶ違うような。そうか、おそらくあの巫女どもを下がらせたか。人々が見せるのは常に自分が見せたい姿だけなんじゃ。わらわはその点についてよく知っておる。
じゃからどの一面であろうと、すべて本物の自我。ただ人とはそれらを無意味に定義したがるものなんじゃ。差し当たって人間に属するこの社会において、わらわも自分の好きなようにやっておるだけじゃ。全然わからない。もっと人間というものを研究するんじゃな、小さいの。オイラも気になるぞ。オイラあの時旅人のことばっか見てたから、お前が何をしたのか全然わからなかった。ナルカミ大社の秘宝じゃ。あの残氷というものが一瞬にして地面にひざまずき、命乞いをしてきたとわらわが言ったら信じるか。そのようなことを考えるより、どうわらわに恩を返すか考える方が重要じゃぞ。そうは出なければ、やはり頭に何らかの支障をきたしているかもしれぬの。とは言っても、それほどかしこまる必要はない。わらわが欲しいのは汝の行動じゃ。汝は今まだ邪眼のことについて考えている。安心せい、すでにあの渡墨島の指揮官が手下を率いて相当に出向いた。それに邪眼の使用を禁ずる重大な軍令も発せられておる。あの残氷というものも拠点が露呈している状態で、自らの同僚のため無駄な抵抗をすることもないじゃろう。産後の宮ここみという女、実にやりおる。彼女に会ってきちんと話をしてみたいものじゃが、信仰の違いとは厄介なものじゃな。厄介？お前は鳴神大社の宮司だろ。これを何時に伝えたのは、安心させるため以外にも何時に頼み事があったからなんじゃ。何時、あやつに会ったな。わらわが言っているのはその人形ではなく、彼女に会ったのかと聞いておる。そう、自我を維持するため一心浄土で無限の瞑想を続けている本物の、その名はエイ。それって儀式にいたのは人形で、本物のライデン将軍はその後に会ったやつだったってことか。つまりあの時変わったのは戦場だけじゃなくて相手も違ってたと。あれこそライデン将軍の永遠だからじゃ。この国の永遠を追い求めるには、まずは己が永遠に触れ、肉体はやがて土に返り、人形がそれに変わる。精神は摩耗からは逃れられぬ。あやつは自らの意識をその刀に宿し、瞑想を用いて全ての障害を回避しているんじゃ。切り開かれた空間が一心浄土、あやつの心の世界のようなもの。基本的には自我の存在のみを許す空間じゃ。自我の世界に閉じこもり、外の雑務はすべてただひたすら永遠へと突き進む人形に任せておる。それがエイが模索した永遠への道じゃ。モラクスのことか。もう久しく会っておらぬ。リーユへの神がそのような選択をするとはな。やはり面白い神じゃ。でもライデン将軍のやり方は確かに勝利が言ってた問題を回避できるかもな。じゃが、あやつのやり方、まるで自らの部屋に閉じこもる
拗ねた子供とそっくりじゃ。あやつの言う永遠はもうと詰まるところ、失うのが怖いんじゃ。汝とわらわは同じ立場におる。汝はメガリレーから稲妻の民を救いたい。それはわらわも同じじゃ。ただついでにこの国とあやつも救いたいのじゃ。そしてここが肝心なんじゃが、一心浄土がエイの心の世界を表しているというのなら、そこであやつを打ち負かせば、あやつの意志を変えることができるやもしれぬ。それがお前の考えたメガリレー、言葉で説得したり抵抗軍の力で改革を起こしたりするんじゃなくて、直接ライデン将軍の心の世界を変えるのか。理解が早いな。ともかくこれこそ稲妻が暗黒の永遠に陥る前に、それを正しい軌道に。まだ自分が特別なことを認識しておらぬのか。言ったはずじゃ。一心浄土は基本的に自我のみを。あやつは何時に十分な関心を持っているということ。他のやつは入ったことないのか。あの永遠の信徒が自我を閉じ込めた時から今まで一度たりともなかった。それどこ何時の存在は契機だけでなく鍵でもあるんじゃ。あれ、もう行くのか。どこに行くんだ。対ライデン将軍特訓、何時のために特別に用意したんじゃ。どんどこどこどこ、どんどこどこ。